韓国軍が、日本の自衛隊哨戒機が再び艦艇に接近し低空飛行したと主張している中、韓国参謀本部は同件について、積極的に対応していくと伝えた。参謀本部の関係者らはこの日午前、国会を訪れ、共に民主党院内指導部で、日本の哨戒機による飛行の関連報告を行った。民主党院内の関係者は以降、記者陣の取材に応じ、日本が威嚇飛行を行った意図について国際法上、政治を飛行という正当性の確保挑発の繰り返しを通した韓国側の対応手続き主権韓国側のレーダー電磁波獲得などと評価していると伝えた。一方、韓国軍は去る23日午後、日本自衛隊の哨戒機が低空飛行し、威嚇したと主張。これに対し、日本防衛省は、60から70メートル飛行という韓国側の主張は事実と異なり、150メートル以上を確保していたと反論している。